リーマンショック、そして東日本大震災のときにです、ね、民間の金融機関が危機対応の対応が十分でなかったという中で,です、ね、最終的に完全民営化というのを、まあ、当時、すごく議論をして見送るという形になっているわけであります商工中金は、総額2600億円以上の不正融資4600件が発覚し、 経産省などから甘くだった歴代の社長らが処分され来月から組織の見直しが始まります小泉政権時代には税金を原資にした低金利融資は民業圧迫と指摘され民営化が決まりましたがリーマンショックなどで見送られ甘くなりが復活しました今回も省内からは景気の悪化など 民間が融資しないときに備えるなど民営化には否定的な声が多く抜本的な見直しとなるかは不透明です。